夏の大会、ラーメンジさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。すいません、本当にいただいちゃいます。面白い。線路沿いの家いいよね。確かに確かに。次の鉄道旅行禁止シリーズ結構やりたいですよ、マジで。まあ、でもやるとしたら絶対に埼玉ですね。そうですね。大玉、大宮、大宮鉄板です。よよよさん、すごいありがとうございます。ありがとうございます。ただの主婦ですが、過去の動画いろいろ見るのが毎日楽しみになっています。ありがとうございます。子供が小さく到底ができないので旅行気分を味わっています。北海道出国で1が出た時は爆笑でした。いや、あれは爆笑ですよ、ね、結構見ててかなり見てくださってるんですよ。あれは爆笑ですよね。いや、嬉しい、ね、結構昔の動画をあれ面白いんですよ、ね、あれは自分たちが言うのも周囲ちゃんだけど、あれ面白いんでぜひ見ていただきたいですね。北海道すごろくの旅っていうのをやったんですよ、うん。京都 CA 地下鉄ユーザーなので新型車両、おお、これ何が面白いってね、近鉄にこの車両入るんですよ。で、近鉄に入る通勤列車の新車ってめっちゃ珍しくて何年ぶりとかなんですよね。だからまた動画で取り上げたいと思ってるんでよろしくお願いします。ヨウインさん、すみません、すみません、ありがとうございます。正午の時に山陽電車で言ってしまいました。それちょっと可愛いです。それちょっと可愛いです。電車で言えて、なんか結構もう小旅行です、ね、軽く。ジャンクさん、すごいちゃった、ありがとうございます。東武来るなら案内するよ。マジですか。いや、嬉しい。東武も最近乗ってないんでまた乗りたいですね。スペーシアも乗ったよな。あ、ダイさんと。そう、うん、コラボです。そう、懐かしいですね。懐かしい、本当懐かしい。株券なら作ってましたよ、確かに。株式会社。そう、あのね、そう。株式会社はね、そうそうそう。まあ、またあのね、まあ作る予定がねあるという言いますか。まあ、あの言ったらね、あれですもんね、なんかバレるんでしょ、うん、確かに。だからちょっとね、あの具体的にね言うのを避けたいんですよ。ぼかして、そうですね。だからちょっとそこでさせていただけると。おっくんさん、すばらしかった、ありがとうございます。ありがとうございます。おかみさんが鬼ごっこテレビ番組と勘違いしてる。マジで嬉しいですね。嬉しいですね、それ、うん。あ、北海道に住んでる方かな。うん、うん、うん。赤緑線沿線にどうぞということで、北海道の